忍者に追われるくの一スガルを助けたカムイ。スガルもまたカムイ同様抜け人であった。カムイを追ってと思い戦いを挑んだ。そして断崖から転落して死んだかに思われた。だがそれはカムイの目を欺く変わり身の術だったのである。そうとは知らず、カムイはスガルに幼い子供があることを知り、心に深い傷を受けるのであった。足の白い馬は名馬なのじゃ。探せ。はあ、もう大丈夫だ。若えの、借りができたな。借りか。お主何のために。これか。お主には関わりのないことだ。知らぬ方がよかろう。妙な男だ。
人は己の運命を予知することはできない。そしてその運命は時として思いもかけないいたずらをする。カムイがこの船に乗り込んだのも運命のいたずらであったかもしれない。おめんとこはいつだね。秋にはこれで4人目だ。ちゃんと稼いで帰らんやな。バカにハエが多いな。しけか。よかったな、ゆうべは。とりあえず船が沈んだそうだ。誰も助からんな、あのしけで。大変だ、人が死んでる。トメの帰りを楽しみに待ってたの。かわいそうなことしたな。あら、なんだ。お、人間だ。あっちに曲がってるぞ。お、これは間違いない、あの時の男だ。生きている、まだ息があるぞ。半兵衛、お前の知り合いか。手を貸してくれ。母ちゃん、母ちゃん大変だ。どうしたんだ、一体。浜に人が打ち上げられて、父ちゃんが今連れてくるよ。それで、生きてるのかい。虫か。お前さん、どうしたんだい。この大型を寝かせてやれ。こいつ、カムイを追ってと誤って戦ったあの抜けくの市すがる、それがくしくもカムイに救われた半兵衛の女房であった。この男はわしの命の恩人だ。どうしても助けねばならん。いかん、冷たくなってきた。おしか、裸になってこの男を温めてやれ。いいわ、あたいが温めてやる。気がついたかね。あんたか。妙な因縁だ。今度はわしがお前さんを救う番になった。かたじけない。お、あの人は女房のおしかだ。うん、どうなさった。いや、別に。母ちゃんとあたいが裸になって温めてやったのよ。生き返って本当によかった。おいら海の神様に祈ってやったぜ。あたいもあたいもよ。おいらだって。静かにしろ、眠った方がいい。生かしてはおけない、あの男。あんたか。どうしたのよ、そんな怖い顔して。いや、海ばっかり見てるんだね。山国で育った俺は海が珍しいんだ。
海なんか飽き飽きしたわ。どっか遠いとこ行きたいな。遠いところにも何もいいことはない。ここが一番いい。いたずらをしたやつはどうしたんだ。こいつを踏んだら死んでしまう。ひどい毒があるのだ。覚えておくといい。一体どこのドイツだ。余計な真似をして。それを使うがいい。よく切れるぞ。俺は敵ではない。あんたと同じように追われている身だ。言葉を信じて殺された奴はいくらでもいる。信じてくれ。兄ちゃん、兄ちゃん、遊ぼうよ、遊ぼうよ。よし、遊びに行こう。さあ、おいで。生かしてはおけない。馬の蹄で何を作るんだ。不思議な男だ。でかいネズミだな。何をグズグズしておる。草の根を分けても探せと申したはずじゃ。八方手を尽くしておりまするが、いかにせん人相も定かではございませんので。たわけが。人相が分かっておれば誰でも探せるわ。申し訳ござりませぬ殿。賞金をかけ。馬の足を盗んだ奴を発見した者には50両の賞金じゃ。漁師にとって魚は唯一の生活の糧であった。だがこのように魚が取れなくなると、明日の命の保証もなくなってくる。カムイさん、あんたに見せたいものがある。何ですか。後で来てくださり。どうだ調子は。この通りだ。何ともしけたものよ。半兵衛がその調子じゃあしらの不良もしょうがねえな。賞金稼ぎにでも精を出した方がいいかな。なんだ賞金稼ぎってのは。殿様の馬の足をかっぱらったやつがいるんだとよ。そりゃ悪いやつだな。50両ありゃ当分お大臣ぐらいしよ。50両へえ。賞金が50両とは意外にケチなお殿様だな。何ですかこれは。角といってな、わしらの命なのだ。この角の良し悪しで魚の取れ方がまるで違ってくる。不思議なことに角の良し悪しは材料で決まってしまう。馬の蹄などは上等の材料でな。わしはこの角に一次郎と名を付けた。一本だけ足の白い馬だったからな。それにしても命がけで。量がなければ一家六人が飢え死にしなくてはならん。人間生きるためにはどこかで命を懸けるものじゃないのかな。もしこの角の出所がバレたら。角がどうしてできたかはお互いの秘密だし、誰も詮議立てはしない。それがわしらの掟なのだ。あなたはそれを信じるんですか。信じなくてはならない。信じられるかどうかじゃなくて、信じることが必要なのだ。
どうだ、わしの一次郎は。昨日までは数えるほどしか釣れなかったが、いい角ができるとこの通りだ。どうだ、カムイさん。あんたも漁師になる気はないか。そりゃ辛いこともある、苦しいこともある。だが骨身を惜しまなければ楽しく生きていかれる。なんならわしがいい嫁さんを世話してやってもいいぞ。この村はいい村だ。人の心も悪くないしな。そうだな。世話になりついでに腰を落ち着けても悪くはなさそうだ。そうしろ。わしが面倒を見てやる。カムイ、それがいい。あたいも賛成だよ。カムイ、いいんでしょ。いいカツオだ。おう、ハンベ、大した量だな。まあ、見てくれ。わしも信じられないくらいだ。新しい角でも作ったのかい。まあ、そんなところだ。よっぽどいい材料を見つけたんだな。こいつをおとなしくしなきゃダメだ。でないと食べちゃうぞ。この魚まで生きてる。バカね。魚はね、肺なんかで呼吸してるんじゃないのよ、つぐみ。あれクラゲだ。あれは赤クラゲよ。アンビのやつ、もしかしたら殿様の馬。俺は捕まらんぞ。大量だ、大量だぜ。食いつかれるぞ。ねえ、ちょっとして。カムイ、いいんでしょ、ここにいなさいよ。言葉を信じて殺されたやつはいくらでもいい。やっと気づいた幸せを壊されてたまるか。信じてはくれないのか。カムイ、今日こそ決着をつけよう。俺は敵ではない。どうしても信じてくれんのか。あの島へ行くんだ。ではない。あんたと同じ抜け人なんだ。言うな、カムイ。もう一度言う。俺を信じてはくれないのか。ふざけろ。大したもんだわ。目がかすむ。しまった。鼻ふい。
ふいとは、赤クナゲを乾燥して粉にしたものである。目や鼻の粘膜を刺激し、くしゃみ、鼻水が止まらず、一時的に失明を起こすこともある。人を信じることはこれほどまでに難しいことか。追っ手ではないとカムイは何度叫んでも、今のスガルには通用しなかった。この平和な漁村にひとときの憩いを求めたいカムイであったが、スガル一家の幸せを願うとき、やはりカムイはこの土地も去らなくてはならなかった。